この部屋には、ちっちゃなトカゲへの愛しかありませんでした。昨日までは、ログ開始、H06M8S2 略。博士、今、良い子のちっちゃなトカゲは、誰ですか？ SCP-682CU。ああ、これは、何かの間違いやね。悪いけどな、サイト管理者を。博士、大変だ。最高にキュートなちっちゃなトカゲがげっそり痩せて黒ずんじゃってる。SCP-682CU。別にこれ端の色と体格なんやけど、それよりここはどこのサイ？アイテム番号。SCP-682CU。オブジェクトクラス。桃色、ふわふわ。特別収容プロトコル。SCP-682CU は、できる限り何度もハグしてください。この時、SCP チームがハグをやめることや、SCP-682CU を一人で残していくことに罪悪感を感じますが、これを止める方法はありません。SCP-682CU は内側を耐酸性加工を施した紫色フェルトで補強した5メートル。5メートル。5メートルの靴箱に収容してください。収容用靴箱は、SCP-682CU が、これ以上受け入れられないってなるほどの愛で満たしてください。SCP-682CU が動く。話す。封じ込めを破ろうとするときは可能な限り、写真撮影、または録画用の機材で記録してください。SCP-682CU がこれらの行為を行っている様子を撮影することに成功したビデオは、すぐに YouTube にアップしてください。SCP-682CU に対して話しかける職員は、赤ちゃんに話しかけるように接してください。このように話しかけない場合、SCP-682CU は私たちに愛されていないと感じて、怖がってしまうかもしれません。SCP-682CU とコミュニケーションしたがらない職員は、気難しや、のレッテルが貼られて、従業員ピクニックに呼ばれなくなるでしょう。説明。SCP-682CU は、私たちが今まで見た中で一番可愛い、ちっちゃなトカゲです。抱擁されることを好むと見られ、SCP-79 との限られた交友期間の間、SCP-682CU が SCP-79 を抱擁していることが確認されています。SCP-682CU はすべての生命に好意を示しており、お遊び中のインタビューでも何度も確認されています。付録682CU B 参照。SCP-682CU があなたを好むなら、SCP-682CU はとても美しい目、お茶目な人格、笑顔を保っていることを常に観察されています。SCP-682CU はそのままでも一番可愛い姿をしていますが、小さな帽子やコスチュームを着せてあげることで、もっと可愛い姿になります。さらにミニチュア、デッキデスクを置いてあげることで、もっと可愛い。SCP-682CU は誰でも関係なく抱っこされることで、エネルギーを失い、そのままうとうとしだして、お休みの時間に突入することがあります。CP-682CU はお休みレベル 87% に達しても、動き回ることが確認されています。また、あまりの眠たさに、収容用靴箱の側面を動き回っていることもあります。SCP-682CU が幸せそうじゃない場合、出動可能なすべての機動部隊により愛情を与え、再び幸せそうにしてあげてください。201441。現在も、私たちが今まで見た中で一番可愛い、一番幸せなちっちゃなトカゲです。付録682CU B。ログ開始。H21M52S 略。博士、今、良い子のちっちゃなトカゲは、誰ですか？ SCP-682CU。
言葉によらないコミュニケーション。博士、その通り、あなたがそうですよ。ええ、あなたがそうなんです。SCP-682CU 言葉によらないコミュニケーション。博士、遊びに行きたいですか？遊びに行きたいですか？ちっちゃなトカゲは遊びに行きたいのかな？ SCP-682CU 言葉によらないコミュニケーション。博士、B-085、来てみて、あの子、私に微笑んでいるよ。SCP-682CU 言葉によらないコミュニケーション。博士、あの子が、一番可愛いトカゲですよね。B-085。B-085、すまねえが、俺はトカゲがマジ嫌いなんだ。あんなんはおっかねえ。SCP-682CU は腹を立てて、歩き去っていくように見える。博士、お前、何をしたか見ろ。出てけ。今すぐ出ていけ。収容用靴箱から、警備員が D-085 を排除している音が聞こえる。博士、もういいですよ。小さな坊や、一番可愛いトカゲは誰かな？誰が今も、一番可愛いトカゲなのかな？その通り、あなたがそうですよ。ログ終了。この部屋には、ちっちゃなトカゲへの愛しかありませんでした。昨日までは、ログ開始、H6 メートル、8S2 略。博士、今、良いこのちっちゃなトカゲは、誰ですか？ SCP-682CU。ああ、これは、何かの間違いやね。悪いけどな、サイト管理者を。博士、大変だ。最高にキュートなちっちゃなトカゲがげっそり痩せて黒ずんじゃってる。SCP-682CU。別にこれ端の色と体格なんやけど、それよりここはどこの際？博士、給仕係の B-085 はどこだ？あいつは解雇だ。SCP-682CU。いや、そこまでせんでもと思うんやけどな。あのな、楽しい財団には用はあらへんのや。ねえ、ちょっと聞い。博士、すぐに最高に可愛くってかわいそうな坊やにご飯を。助手、ありましたよ。ちっちゃなトカゲちゃんへの十分な食料。助手がジャンボミルワームごとくよう、5kg、を持って現れる。博士、よくやった。さあ、ちっちゃなかわいいトカゲちゃん、たらふくを食べ。博士がジャンボミルワームごとくよう、5kg、の中身を SCP-682CU に流しかける。SCP-682CU、ちょ、僕は虫割って、ギャー。ログ終了。ねえ、なんだか今日のカナヘビさん、ちょっと雰囲気違わないですか？そうですか？でも優しいんですよ。さっき食堂にゴキブリが出た時だって、喜んで食べてくれてたし。へえ、好みでも変わったんですか？大きな雲を頬張るのに忙しいエージェント、カナヘビは、職員の方を見もしませんでしたが、とても幸せなのでした。